こんにちは、こんばんは、です。今回は和を持って打つはふつまの魂にぎみ玉やっていきたいと思います。ふつまで合ってる、払い魔じゃないよね、ふつま、はい、やっていきたいと思います。で、今回が一応初めて時間がね一応あって、今までは潜入かな的してって感じだったんだけど、はい、とりあえずやっていきましょう。で、前回潜入した時はラスゲムラ行ったのかな、はい、ってことでこんな感じでいきましょう。ちなみにチャイコフスキーはラック75じゃないんで、開運つけても届かない感じ。いくつだったかな、50ぐらい、60か。はい、で、初手は反射だと左下に入るといいんだったっけ。オッケー。まあまあ斜めで弾くとね、いい角度。今あの攻略記事はね読んでおりませんので、わからないことたくさん。なんで嫌われちゃうの。はい、じゃない。オッケー。で、おもうせが、中入れもうせ。いや、それは入れすぎじゃない？入れすぎもうせじゃない？うまいこと。まあ無理だよね。はい。なるほど。おい、あ、下行っちゃおうかな。オッケー。でもモーセがちょっと攻撃力アップしていきましょう。これ横からでもいいのかな。いいや、じゃあ下行きそう。これオッケー。ギリギリ今下行きそうだったけどね。はい、バトル3だからね、全然ちょっと覚えてないところというか分かんないところ結構たくさんあると思う。と、もう一種出てきてほしいんだけど、あ、これ斜め入ってカンカンってなんないのかな。あ、上行っちゃうんだ。あ、すごい、ありがとう。でも意外と斜めでも入ってよかんだけどな。ああ、これでも入るんだ。入るね。オッケー。なるほど。あ、これあれだな。前回上に入ったな。あ、結構判定でかいんだね。こんな感じだね。モーセ強いね。モーセが。はい、って言うとバトル4。バトルいくつからラストじゃない、ボス戦なのかはちょっとこれもう覚えてないんだけど、チャイコって打ってていいよね。ちょっと、オッケー、スピードアップ、ナイス。これ横横がどうし、あ、そっちか。ナイス、いいね。これはいけるでしょ、いけるでしょ。ちなみにノイシュは過激速、全然足りない。SS 打てばって感じか。なるほどね。考えるとやっぱモーセって偉大なんだな。縦でもいいもんね。やば、うん、これもやっぱモーセ強い。
移動してくる。で加速できる位置に揺れた。これ頭の上に入るのが正解なのかな。スピードアップチャーンス。あ、削れる削れる。あと4ターン。いや、あのね、剣はね、モーセが取りたい。モーセに、そう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 。モーセにあげます。何してんの、もったいないでしょ。これチャイコで倒せるかな。無理か。無理だね。でもこれで倒せないと終わり。モッコ中ボスありそう。モッコありそう。あるね。次がボスっぽいね。あ、ここ上下か。こんなもんで。え？あ、倒せないのそいつ。あら？あ、もうちょっと角度つけてよかった。ありがとう。これ大丈夫かな。こんな感じで。OK。 これでいい感じだね。いい感じ。 OKOKOK。 うん、チャイコ強いな、やっぱり。おい、あ、そこ、これたまに当たん、あ、そっか、たまに当たってねえからダメなのか。なるほどね。オッケー。じゃあ、いい。こんなんダメ？ダメか。あと3ターン。右見玉自体も攻撃力アップする、触れると。そこら辺がね、いまいち理解しないんだよね。まだちょっと確認しながら。いや、するはず、するはず。いい角度で。この子たちは何なの？まあ、でもちゃんとね、知識が入ってる入ってない、やっぱ大きいね。こいつら何なの？ちょっと角度つけよう。あともう一回振れればね、ワンパンじゃないんだ。あ、やばい、倒せない。あ、倒せないあ、倒せないんだ。オッケー、今ね、倒せると思ってた。え、3。あ、結構シビアなんだなって。くれて倒せてたね。なるほど。
てな。いい、雑魚勝利。これと同じやつに何回も触れててもいいんだっけ。いった、いった。多くのキャラに触れてないとダメなのか、そういうこと。じゃあ行こう。足りるはず。オッケーだね。で、電線切り怖いね、ちょっと。あ、オッケーなんだね。全然オッケーじゃん。オッケー。で、斜めで抜けていくな。全然入んねこいつ、怖い。それは痛いじゃん。オッケー。なんだか小説よりドキドキするかも。これモーセって偉大だね。偉大だから、これも攻撃力アップ、同撃とかそういうのはちゃんとあるんだよね。でそこのモーセはいい位置だけど、あ、どうせ呼ばれるかこれ、ウィンドで。あ、でもそこのモース呼ばれないな。ウィンドにいたんだからね。あー惜しい。でもね、ボスに入ってる。これ横で行ってもよかったかもしれないね。あ、モースも呼ばれる。上の方が左に行ってくれてるから入りやすい。 OK。 で下上ね。うわっ、まだある、まだチャンスはある。はーい、ちょっとさ、これ狙いづらくね。ちょっとこう SS 使って危ない。はい、ちょっと騎士の誇りにかけて。ハートは取らないと。なるほどね。シュンシュンシュン。オッケー。いやー、でもあと5ターンなんだよな。あと4ターンか。とりあえず。モーセいい位置だったんだけど、いやでも大丈夫か。痛い。いけ。オッケー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 。小説よりドキドキするかも。ナイス。で SS はあんまり打たない方が良かったと思うんだけど、使い方が悪かったのか。これはどうしようもない。あ、そこ抜ける。なるほど。ハート湧いて金波金波。
金貨とか欲しい。うわーマジか。まだあるよね。はい行きましょう。オッケー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 。ちょっと黙っちゃったけど。で村正でしょ。どう電線切り痛い。食らってないのは楽。あーいい。それ痛いって言って。太鼓は取ったところで全然回復しないのこれ。お、入りやすいか。よし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 。いやこれ積んだか。今ね右入れたら勝ててたね。今どうなる。はいってことで少々お待ちください。ラストゲージたどり着いたのでやっていきましょう。さっきからね20分は経ってるね。結構経ってると思うんだけどやっていきましょう。オッケー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 で、チャイコが切れる。で、HP が怖いんだよね。モーテには当たりたい。当たるかな？オッケー。で、攻めていこう。ほい。まあ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 、タコ処理も OK でしょう。まあここから。取られちゃった。いける？あ、ダメなんだね。ちゃんと調べなきゃダメね。これね。火力の出し方。いや、これいけんじゃない？オッケー。ありがとうございます。さっきの挑戦からどうだろうね。何回かやってる。ボス3で、ま、ボス3じゃないわ。バトル3で負けたりとか、うん、何回かしたりとかしてるんですが、オッケー。で宝箱使ってないかった気がする。わお。で初クリアなんで3ドルかな？初クリア、クリアボーナスで3ドロ。ありがとうございます。よかった。オッケーオッケーオッケー。はい、ありがとうございます。ということで今回はクリア画面でいきましょう。クリア画面、こちらの画面で終わりにしたいと思います。あと17分。なのでこのステージに入ってる気がさ、あと30分ぐらいか。だからさっき撮ってから30分ぐらい経ったのかな、最初撮ってから。はい、まあ、とりあえず無事勝てたので良かったと思う。まあ入れ番とか、あとはまあ角度見えてないっていうのももちろんあるんだけど、まあ、モーセだね。あとはこのクエストの細かい仕様とかをちゃんと頭に入れてっていうところかな。敵に触れるたびに攻撃力アップ、高攻撃力必須だから、ノイシュは何か条件ってのがあるのかな、うん、イソップ、ああなるほど SS か。で弱点なしと。
ということで、まあ、とりあえず勝てたので良かったと思います。これで一応爆絶は勝ってるのかな。で豪絶もビーラか究極だけ動画で、ね、撮ってあるんですけど、初日にボス2までは行ったんですよね。だからどっかのタイミングでなんかの動画に合わせてこうパッてこう出そうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、とりあえずビーラの究極豪絶かな、究極以外は一応勝てたよって感じですね。入ってにぎみ爆絶、爆絶は次どうだろう。もうにぎみ玉がねいつ来たか分かんないんだけど、もうそろそろ来るのか妊娠なのか分からないですけど、はい、まあ、とりあえずねモーセのおかげで勝てたのでよかったと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。